こんにちは。音の静かなタイヤと高速道路での快適なホイールバランスを作り出すタイヤゴム工業所鈴木義雄です。今日は2022年6月15日水曜日です。本日はラフラットタイヤその1をお伝えします。通常タイヤとラフラットタイヤ何が違うのということですね。この通常タイヤの方、冒頭にも書きましたけれども、パンクしてしまった時にですね、正常な状態からパンク状態、この、ペタンとですね、こう折りたたんだようになってしまいますね。これが、パンク時、通常のタイヤです。で、こちら、一方ですね、ラフラットタイヤの方は、パンクした時、正常な状態とパンクした時、さほど変わらず、この姿勢が変わらない、たわまないっていうんですかね、ペタンとならないんですね。これがいいところなんですけれども、ただタイヤの、パンクしてしまった時はですね、ラフラットタイヤを取り替えする必要があります。でちょうどですね、こちらに今、ラフラットタイヤの実物、ございますので見ていただきましょう。外から見てもこの中を見てもですね、あまり変わりはないように見えるんですけども、違いはですね、こちら通常タイヤと、こちらの通常タイヤとですね、ラフラットタイヤ、この横の部分、側面の部分の厚みが違います。こういったところがね、違うんですけれども、また詳しくはですね、この後の、続きでね、お伝えしたいと思います。当店は店舗の専用の LINE を設けておりますのでね、ぜひこちらの方へお一言入れていただきますと助かります。また、LINE の方の登録等ですね、大変な方はですね、お電話の方でお待ちしております。そしてお近くの方に関しましては、ぜひお顔を合わせてお話しさせていただきましたら大変嬉しく思います。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございます。